横浜の外れのリトルサイゴン、戦争が生んだ町、イチョウ団地。山林生活。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。近年、歓楽街にはフィリピンパブの代わりにベトナムパブが増えています。日本の在留外国人で一番多いのは中国人で75万人です。中国は人口が多いため一番になるのは当然です。2番目は韓国かと思いきや、現在は在日ベトナム人が増えているようです。韓国は特別永住者も含め41万人に対し、ベトナムは47万人。次に多いのがフィリピンで28万人なので、ベトナムが突出していることがわかります。中国人が在留外国人で一番多いのですが、外国人労働者の割合はベトナムの方が多いです。ベトナム人が増え出したのは2017年頃から、外国人技能実習生制度が改正され、実習期間が5年に延長されました。以前までは中国人が多かったのですが、中国は近代化し自国での賃金が上がったことから出稼ぎをする必要がなくなりました。その代わりにベトナム人が増えたようです。ベトナムの平均月収はおよそ3万8000円ほど、年々増加傾向にありますが、まだまだ自国の賃金は安いのです。また若年層の失業率が高く、大学卒業生の就職難もあり、それらが理由で賃金の良い国外に働きに出る人が増えているようです。国外で技能や技術を身につければ自国に戻っても手に職があるわけです。しかし現実は手の良い労働者であり、労働力の搾取でしかありません。ある種の人身売買でも、母国より稼げるから日本に来る人は絶えないのでしょう。こちらは県営イチョウ団地です。横浜市と大和市の市境にまたがってある団地です。全部で79棟あり、約3600戸もある大規模団地です。ちなみに神奈川県では最大規模なんだとか。この団地の2割が外国籍の人で、ベトナム人が多く住んでいるそうです。つまり、リトルサイゴンなんです。ここにベトナム人コミュニティができたのは、ベトナム戦争後から。1975年に南ベトナム共和国が崩壊すると、大量の移民が国外に脱出しました。総数は144万人。ベトナムの人はボートに乗って逃げたのです。ボートピープルの大半はタイやマレーシア、インドネシアに逃げましたが、さらに遠くに逃げた人もいて、日本にも1975年に126人、以後4年間で3500人の難民が流れ着きました。その人たちを受け入れるため、大和市に大和定住促進センターを開設しました。同施設は98年に閉鎖しましたが、定住支援を受けた人たちがイチョウ団地に住み着いたそうです。他の外国人街とは出自が少し異なります。神奈川県最大の団地、広さは東京ドーム6個分なんだとか。でかすぎて全てを見て回れません。多くの人がいて、県営団地なので貧困世帯も多く、日本語が不自由な難民がいたわけです。その当時は結構荒れていたのでしょうね。スラムではないものの、治安の良い場所ではなかったのでしょう。イチョウ団地の外国人割合は 25% ほど、4人に1人は外国人です。実際に外国人だろう人を見かけます。ベトナムだけでなく中東の人も多いんだとか。そんなわけでわからない文字を見かけます。県営住宅なので駐車場はありません。郊外ですが、高座渋谷駅まで遠くない距離です。車がなくても生活はできそうです。建物は総じて古いですが、立地は特に問題ないですね。
新宿まで小田急線で1本だし、横浜へも二俣川を経由していけます。近くにはスーパーもあるし、駅前にはイオンもあります。県営住宅なので 3K で1万2000円くらいです。入居条件を満たさなければなりませんが、住めるのならば家賃の負担が軽減できますね。こちらは団地内にある商店街です。薬局、美容院、理髪店、洋品店、中華料理店、青果店にアジアン雑貨、一通りの店が揃っています。こちらはアジアン雑貨の店。ベトナム人が多いと言っても、おそらく一番多いのは中国籍の人でしょう。バイジュが置いてあります。なんか異国に来た感じ。ここの長屋にはベトナム料理やカフェがあります。こちらは町内にある伊町小学校です。すでに閉校しています。同小学校は団地建設に伴い昭和48年に開校しました。一時は2000人を超える生徒がいたそうです。しかし少子化で生徒数は170人を下回ったため、飯田北伊町小学校に統合しました。同校の半数は外国にルーツを持つ生徒なんだとか。しかし生徒数は年々減少し、統合したのにもかかわらず現在も170人程度しか子どもがいないようです。こちらは飲食店兼雑貨店です。バインミーにフォー、いいですね。すでに食事をしてしまったので辞退しますが、次回ここに来た時はこちらで食事をしたいです。代わりにベトナムのビールを購入しました。日本で見かけるベトナムビールってバーバーバーかハノイビールですが、こちらはホーチミンで飲みました。このビールが結構うまいんです。ただビールが美味しく感じるのはその土地の気候に合っているから。ベトナムのビールはやはりベトナムで飲むのが一番なんでしょう。近年はベトナム料理店が増えています。わざわざここまで来なくてもベトナムは味わえますが、イチョウ団地にあるお店はベトナム人のためのベトナム人が作ったベトナム料理店です。そのためよりベトナムっぽさが味わえるのでしょう。でも本当にベトナムを味わうなら本場ベトナムに行くべきです。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。